名盤創作隊、サブスクに上がっていない隠れた名作を探せ、ボリューム3、名キーボーディストマイク・フィニガンのソロ作品を聞く。 まあ音楽の聴かれ方としては近年ますます主流になりつつありますけれどももちろん過去にリリースされた膨大な数の音楽作品が全てそのカタログに網羅されているわけではありません意外な有名作品がサブスクに入ってなかったりすることもありますし特にねマイナーな作品昔の作品はなかなかサブスクのカタログに入らないというケースも多かったんですねそんなわけで各種音楽配信作品 サービスにまだ上がっていないカタログに入ってきていない名盤っていうのをね隠れた名盤っていうのをご紹介するというシリーズを2021年の9月に始めたんですけれどもところがですねここ数年でサブスクのカタログというのがどん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 充実してきちゃいまして。 これはさすがにサブスクにないだろうっていうようなレアなマイナータイトルもね今の時代意外とちゃんとサブスクに上がってるんですよねなので結構これ企画倒れになってしまって今回でやっと3回目になります今日ご紹介するのはマイク・フィニガンという人の作品ですこの人ねどんな人かというとキーボーディストですアメリカのロックの歴史を支えてきた素晴らしい鍵盤奏者で有名どころで言うとね例えばジミ・ヘンドリックスの の大名盤エレクトリック・レディーランドでオルガン弾いてるのはこのマイク・フィニガンという人ですしあるいはクロスビー・スティルス・ナッシュヤングのサポート鍵盤奏者としても有名ですねで近年は僕の大好きなボニー・レイトのツアーメンバーとしても名前が知れていました僕もあのボニー・レイトのライブに行ってそれであまりに演奏が素晴らしいんで度肝を抜かれてそれ以来大大大ファンになったという感じなんですが惜しくも2021年に亡くなられています ますでこのマイクフィニガンという人大変うど腕利きの鍵盤奏者でしてジャンルとしてはねやっぱりブルース系にすごい強いキーボード奏者なんですよねブルースゴスペルリズムブルースそういった分野を非常に得意としていますで僕はね彼の鍵盤の演奏のスタイルっていうのが非常にね ビリー・プレストンにに似ていいるなとううふうに思っていててビリープレストンっていうのはあのビートルズの解散直前に招き入れた鍵盤奏者でこの人も本当に名手なんですけれどもちなみにマイク・フフィニガンンはは白人人ででビリリープレストンはアフロアロメリカンの人ですねでこのどういうところがビリー・プレストンとマイク・フィニガン似てるかというとアメリカの音楽の歴史を一人でこの体現できちゃうほどすごい技術とすごい音楽性を持ち合わせているにもかかわらず。 ですね決して何というかテクニックに走ることがないというか小賢しいテクニックに走ることがなくて本当に音楽的においしいことを一番おいしいタイミングで繰り出すっていうような演奏するんですよね要は何かこううまみが凝縮されているような演奏をする人でまあそのビートルズにこうあの壊れて入ったそのビリー・プレストンという人もそういうタイプでテクニックをひけらかさずにその曲が求めていることをどんずばでピンポイントで繰り出すっていうようなタイプです で,す、ね、でマイク・フィニガンは、えー、そんなビ,ビリー・プレストンがビートルズにこう求められたようにマイク・フィニガンはジミヘンとかボニー・レイトに求められたという非常にあの趣味のいいセンスのいい鍵盤奏者ですで、えー、マイク・フィニガンどんなキャリアを歩んでいるかというとおまあ彼が参加した作品あげるだけでも本当にキリがないくらい売れっ子のミュージシャンだったんですけどさっき言ったジミヘンの大名盤エレクトリック・レディランドもそうですしデイブ・メイソンとかロッド・ート シュワートの作品でも鍵盤弾いてますねその他にもピーター・フランプトンとかマリア・マルダーシェールの作品なんかでもまさにロックの歴史を陰で支えてきたような名脇役という感じですが実はねこの人歌もめちゃくちゃにうまいです非常にソウルフルな歌声の持ち主ですボニー・レイトのライブでもそうだしクロシビー・ステルスナッシュのライブでもそうなんですけど必ずこのキーボードを弾いてを弾いてるマイク・フィニガンが 歌うコーナーっていうのがあってですねそれがライブのハイライトの一つにもなるくらいそのくらい場の空気を持っていく力のある歌手でもあると売れっ子のキーボーディストなだけじゃなくて歌もめちゃくちゃに上手いとでこれ、えー、彼のキャリアを紐解くと納得なんですけども実は彼ねスタジオミュージシャンセッションマンとしてのキャリアをスタートさせる前に実は歌手デビューをしてます歌手としてのキャリアが最初なんですね60年代に歌手デビューをしていてただその時はあまりヒット,にヒット作が あの出なかったもんで僕の知る限りでは多分歌手としてはドーナツ版をその時1枚リリースしただけで終わっているんですがその後セッションマンとしてロックの世界で非常にあの重宝されるようになったことによっておそらく彼の歌唱力も業界の間で評判を呼んだんでしょう1976年にワーナーブラザーズ名門ワーナーブラザーズから歌手として再度デビューをすることになります そのアルバムが本当に素晴らしい出来なんですがなぜかサブスクにないということで今日書けたいと思っております。かろうじてね CD 化はされてるんですけど廃盤になってはまた再発され廃盤になっては再発されの繰り返しでなかなかカタログとして定着する感じがないっていうのがちょっとね 非常に残念なところでまあ本当にねあの素晴らしい出来なんですがなんといってもマッスルショールズという場所で録音されている作品なんですよ、まあ、マッスルショールズといえばもう私の大好物でございますアラバマのソウルミュージックの聖地と呼ばれる、まあ、田舎町なんですけれどもここにスタジオがあってですね1960年代に数々のソウルの名盤を生み出した奇跡の町なんですけれどもそんな1960年代のソウルミュージック ミュージックを聴いて育った70年代の1970年代のロックスターたちっていうのがやっぱりこの自分が聴いて育ったソウルミュージックと同じレコーディングスタジオであの憧れのマッスルショールズで撮りたいっていうことでみんなこぞってねマッスルショールズまで出かけていってレコーディングしたわけなんですよ例えば「ローリング・ストーンズ」もそうだしボブ・ディランもそうだしポール・サイモンとかロッド・スチュアートとかみんなマッスルショールズでアルバムを作ってるわけですね日本だと加藤和彦さんがあの マッスルショールズまでわざわざ行ってアルバム作ってますけれどもそういうトレンドみたいなものがマッスルショールズモーデみたいなトレンドが当時70年代の音楽シーンにありましてそんなわけで76年に、えー、歌手として再デビューを果たしたマイク・フィニガンというキーボーディストもマッスルショールズでアルバムを撮るんですね。 でこの参加しているミュージシャンというのがもちろんマッスル・ショールズのナウテのミュージシャンたちなのでアリサ・フランクリンの名盤で演奏したリズムセクションがあ演奏しているというもうアメリカ南部のサウンドが好きな人にとっては最高の作品になっていますあんまり売れた作品ではないとはいえなぜこの作品がサブスクに上がっていないのか不思議でならないわけなんですが、えー、マッスル・ショールズにはちなみに、ね、ベリー・ベゲットという素晴らしい鍵盤奏者がいましてこの人もやっぱりアリサ・フランクリンとかウィルソン・ピケ とか数々のソウルの名曲で演奏している人ですけれどもマイクフィニガン自分でもえ、えっと、キーボード弾きますしベリーベケットというこのマッスルショールズのレギュラーのキーボーディストもいますつまりツイン鍵盤で、えー、凄まじいブギーギーソロバトルブギーギーのソロバトルがエンディングで聴けるのでそのあたりも聴きどころという一曲をお聴きいただきたいと思いますマイクフィニガンの再デビュー作になったマイクフィニガンというセルフタイトルのアルバムから、えー、1曲 お送りしたのはマイク・フィニガン1976年の再デビューアルバム「マイク・フィニガン」から「Baby I found out」という曲でした。いや いい曲あなんかこうアメリカのソウルミュージックとかリズムブルースのこのうまみみたいなのがすごくねあの詰まったすごい曲だなと思いますけどマイク・フィニガンはワーナーブラザーズにはこのアルバム1枚だけを残してこのあと1978年にコロンビアに移籍します移籍してからもう1枚アルバムをソロアーティストとしてリリースするわけなんですけれどもこれが非常に面白いことに今度はかなり AOR っぽい作品です今聴いたやつは結構ね土臭いアーシーなフィールの作品スワンプ ブロックっぽい感じでしたけれどもかなり次の作品は都会的な洗練されたアルバムになってますただこの2枚目のアルバムもやっぱりサブスクには未だ上がってないんですけれどもドラムがほぼ全編ジェフポーカロで1曲目だけジェームスキャドソンなのかなもうミュージシャンの夫人も最高で なんかこういうふうに考えてみるとマッスルショールズに行って録音してみたりこのジェフ・ポーカロと組んで AOR っぽいことをやってみたりとかってその時代その時代のトレンドをかなり敏感にあの意識していたんだなという感じはしますけどそのあたりはやっぱり業界屈指のプロのキーボーディストとしてねその音楽業界のトレンドに敏感だったっていうことになるのかもしれません。 とということで今からかけるのは1978年のマイク・フィニガンの2枚目のアルバム AOR っぽい作品の方からなんですけど実は、ね、この番組で以前 AOR 特集っていうのをやった時に、ね、朝の1曲目にこの曲をセレクトしてるんですね。なながらこれいいセンスだっったなと思ってるんですけど 本来マイク・フィニガンはかなりソウルフルでワイルドな歌声なんですけどこの曲はね曲調がやっぱメローな AOR っぽい感じっていうこともあってかなり洗練された雰囲気で歌ってます曲調も含めて歌い方も含めて結構この感じはね同じ時期のジェームス・テーラーっぽい雰囲気もあって僕はめちゃくちゃこれはこれで好きですということでお聴きいただきましょうマイク・フィニガン1978年のアルバムブラックホワイトから Can't Keep a Secret お送りししたたののはマイクフィニガン1978年の曲曲という曲でしたちょっとジェームス・テーラーっぽいよねっていう話を曲かける前にしましたけど実はジェームス・テーラーとマイク・フィニガン非常に共通点が多くてですね年齢がまず同じくらいですしいわゆる1970年代にブラックミュージックを追求していた白人シンガーソングライターであるという共通点もありまして何よりね背が2人ともめちゃくちゃ高くて2ル近くあって体型がすごい似てるせいか声の出し方がすごい似てるんですよ。 でワーナーミュージックからコロンビアにレーベル移籍するタイミングも全く一緒な上に、まあ、だからレーベルメイトでもあったということなんですけどそのレーベル移籍に伴う音楽性の変化っていうのも非常に似ていてアコースティックで非常にアーシーで土臭いサウンドからこのメロで洗練された都会的なサウンドに移ろうわけなんですがでもね、ねあんまりトトみたいにバキバキに行ききらない絶妙な塩梅で都会的になるっていうこのトレンドの取り入れ方が非常にさりげないっていうおしゃれなところも すすごいい似てるなと思いますねだから僕にとってギター弾き語りのアイドルがジェームス・テーラーで鍵盤弾き語りのアイドルがこのマイク・フィニガンという感じですねだからマイク・フィニガンのソロ作が2作品ともサブスクに上がっていないっていうのは結構残念でぜひ、あのー、広く人にたくさんの人に聞いてもらえるような状態になってほしいなというふうに思ってますちなみにマイク・フィニガン亡くなる直前までアルバム作りをしてまして、えー、作品が完成したようです最近で今プロデューサーがレーベルを探しているというところだそうなの リリースが決まったらこの番組でも絶対に紹介したいと思っているので楽しみに待ちましょう。さあ過去の音楽コラムは番組